プロトリーフチャンネルです。今日はトマトの収穫と肥料やりを行います。こちらが植え付けを行ってから10週間経ったトマトです。今ちょうど真っ赤になって収穫時です。収穫を行う時は晴れた日の午前中に行うようにしてください。雨の日などに行うと切った時の切り口からばい菌などが入ってしまう恐れがあります。収穫するときはこの房の部分の根元を切るようにしてください。とっても食べ頃です。あとは今上の方にも小さなトマトがどんどんとなっている状態ですので、引き続きこういったお野菜用の肥料を苗の周りに施してください。以上です。